純白の雪が輝くこの良き日、日本大学鶴岡高等学校を卒業なされる皆様、ご卒業おめでとうございます。在校生一同、心からお祝い申し上げます。今日この場で在校生を代表してご挨拶できることを大変嬉しく思います。先輩方には本当にたくさんの場面でお世話になりました。入学したばかりで不安でいっぱいだった私たちに優しく声をかけて鶴高のことを教えてくださった先輩方、私たちはどんなに心強かったか知れません。私も早くあんな風に素敵な鶴高生になりたいと強く憧れを感じました。高校に入って初めての学校行事体育祭では先頭に立って行動し、テキパキと指示を出してくださいました。先輩方の一致団結した素晴らしい応援が今でも思い出されます。今年度の鶴岡祭では出店や高野祭などで先輩方が中心となり大いに盛り上がりました。東北に野菜を使用し、売上金も東北に寄付して社会貢献を行うなど、被災地の人々を思いやる優しい気持ちに感動しました。そのような気遣いや実行に移す力を私たちもぜひ見習っていきたいと思います。特に私たちが先輩方と一番関わることができたのは部活動だと思います。時には厳しく、時には優しく指導してくださいました。夏の暑さの中、冬の寒さの中では辛いと感じたこともありましたが、同時に部活への楽しい思い出は数えきれません。競技の技術を教えていただくだけではなく、私たちが困っている時には親身になって相談し助けてくださいました。高校生活の同じ空間、同じ時間の中で先輩方と同じ空気を吸い、泣き、笑い合ったことは私たちにとって本当に幸せな出来事です。そして私たちにとって忘れることのできないかけがえのない宝物となっています。私たちにとっていつも前には先輩方の大きな背中がありました。そして今日まで私たちはその後ろ姿をひたすら追いかけてきました。しかしこれからは私たちが後輩を導いていく立場になります。正直不安でいっぱいですが、先輩方から学んだことを生かし、後輩に尊敬される上級生となれるよう日々精進していきます。今先輩方の胸には期待と不安が入り混じっていることでしょう。しかしどんなに辛くても何事にもひたむきに取り組まれていたその姿勢で、一つ一つの困難を乗り越えていかれることと信じています。そしてその先にはきっと明るい未来が待っていることと思います。私たち在校生は先輩方が培ってきた伝統を受け継ぎ守り抜いていくとともに、さらに日本大学鶴岡高等学校を発展させていきたいと思います。卒業後も時には母校を訪ね、元気なお姿を見せてください。最後になりましたが、今まで本当にありがとうございました。皆様の今後のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げ、私の掃除をさせていただきます。